ええで、どこ行こか。イチャイチャはここまでやな。残念無念、ほなまた。ロキって本当に神出鬼没ですよね。ずいぶん探しちゃいました。お疲れ様レフィーア。アイズさんもお疲れ様です。またロキに変なことされてたんですよね。どうしてわかるの？見ればなんとなく呆れた感じの顔をしてらしたので。アイズさん、ロキのああいう行動ってやっぱりやめさせるべきじゃないでしょうか。露出の激しい衣装をあてがわれて困ってる人も多いですし、アイズさんの服もそうなんですよね。これを選んだのはロキだけど、もう慣れちゃったし。そのあたりは人の感性によりますけど。ほら、やっぱり急に抱きつかれたりするのは困りますよね。あと変なところを触られたり、お風呂の中に潜まれたりとか。それは困るでしょ。そういうのやめてほしいってはっきり言うべきだと思うんです。言ったことはあるけどやめてくれなかったから、だからみんな諦めてるんだと思う。そうなんですか。まあなんとなくそんな気はしてたんですけど。
ありはするけど、その場で何とかすれば平気かなって。本当にいいんでしょうか。私すみません。アイズさんに言っても仕方ないですよね。私なりにロキとの付き合い方というか距離感みたいなものを考えてみますね。あれでも私を認めてくださった指針なんですから。ゲームデータをセーブしますか？